皆さんこんにちは、ワドツです。今日はですね、2018年4月20日、夕方の17時24分です。よろしく。夕方ですね。はい、ワドツ。暑いね。でもだいぶ日も落ちて涼しくなってきましたよ。はい、ワドツ。今日は自炊でもしようかな。ワドクッキングでもやる。すごいね、ビジュアル系専門 CD ショップってあるんだよ。すげえな。お腹すいたな。最近暑くて食欲ない？食欲がね、切れるっていうことがほとんどないから、食欲がなくなるっていう感覚はわかんないんだよね。タバコ吸えんのかな。あ、喫煙所あるわ。タバコ吸おう。あれ、ここどっかで見たことあんな。柏木公園だって。
西日きついよ、うん、光がすごいね。行っていいってどういうこと？近くにいんの？いいよ別に。おい、わたつ。マジだ。なんで俺がお前と相撲を取る？いや、いい。いいね。65歳のおじいさんでも強い人は強いからね。変顔してねえわ。どこだっけ。あれ迷子になってきた。3番取らないよ、怪我するっつの。なんで65歳で相撲取ろうとしてんだよ。全然意味わかんねえよ。なんで知らない人と俺相撲取んないといけない。こんなクソ暑い中、俺はね、あの文化系の匂いを出していきたいんだよ。文化人枠になるから、文化人枠。みんなから世界の和道って呼ばれるようになりたいんだよ。あ、面白かったよね。まさか逮捕されると思わなかった。あ、みんなツイッターの動画見た？ワドツの語源知らなかったでしょ。見た？ワドツの語源、あれすごくない？ニコ生で誰かが言い始めたんだよ、ワドツって。でも3年ぐらい経つんだけど、ワドの放送で初めて定着したワド用語なんだけど、ついにね、ワドツを言い始めた人が誰だか分かったんだ。見た？あれは貴重な映像だよね。鳥肌立ったもん。暑い。いや、びっくりした。俺が一番びっくりしたよ。鳥肌立った。3、4年前の。のんちゃんがね、コメント書かなくなったのは寂しいよね。
リスナーなのは知ってたから、てかのりこっていう小手半つけたのは俺なのね。もともとは別の名前でずっと子さんなのよ。だけどまさかね、まさかだよね、腹減ったな。食べよっかな。こんな暑い中働くの大変だよね。はいはい、おいしいもん作ってね、愛情込めて。私は何食べよう。そう、のりこになんかごちそうを作ってやろうかな。ねえ、みんな知らないんだけどさ、チャーシューってさ、権利があるの。なんか最近さ、2ちゃんで話題になってたんだけど、チャーシューをどっかのホテルが作ったら違法行為だみたいな、訴えられたみたいな。チャーシューって何、作ったらいけないものなの？あれよく分かんなかったんだよ。そんなことないよね、ネタだよね。もう料理って著作権とかないからすぐパクられるから大変だよね。おはようございます。腹減った。暑い。
いい運動だわ。お腹空いた。ご飯食べたい。お腹空いたよ。食べようかな。超いい匂いする。なんだこれ。超いい匂いする。すごい不思議な話なんだけど、俺子供の頃から牛乳大嫌いなの。
で最近分かってきたんだけど、日本人のほとんどが牛乳を飲んでも意味がないって知ってた。だからね、結構ね、味覚とかをね信じるって大事だなと思い始めた。牛乳って実はね、日本人はね分解する酵素を持ってない。あのヨーロッパの人が牛乳を飲むっていうのは正しい。あのカルシウムが生成されないから、なんか日光、直射日光の関係があるんだけど、なんで学校で牛乳を飲ませんだろう。絶対体に悪いと思うもん。大体人間の食べ物じゃないんだろうね。そうそうそう、日本人がもともと飲んでないってことは意味があるんだよ。だから俺はその体感で牛乳飲んでもなんかまずいし、これ絶対栄養ないっていうの分かってたけど、味覚でなんか 20% の人はカルシウムとか摂取できるらしいけどね。学校で配るもんじゃないよね。あとはポカリスエットとかの方に、むしろ体にいいどころか確か体にあんま良くないんだよね。でもね、俺ね、チーズとかね、加工品はね全然食べていいと思ってる。美味しいし、腹減った。でもね、東京ね、やっぱ美味しいものがないんだよな。俺ね、東京の人の味覚って結構狂ってると思うもん。千葉はね、食い物うまかったわ。よくよく考えたら。東京は本当グルメじゃない。大阪は美味しいよね。あと関西の方うまい。だからうどんとかもさ、そう、出汁を最後まで飲むもんね。よく大阪の人が東京飲み物飲むと辛い辛いっていう、あの辛いっていう言い方ちょっとわかんないけど、しょっぱいを辛いって言うんだよ。なんで辛いって言うんだろう。塩辛いの辛いかな。まあ塩辛いっていう意味だけど、辛いは別の感覚であるじゃん。難しいよね、味噌つんね。本当どこ行っても美味しいもんないもん。インドカレーぐらいだよ本当。インドカレーは逆に千葉にないから助かる。本当にうまい。大阪っていうかね、関西全般が汁物出汁を取ってるからうまいね。最後まで飲み干せるというか、体に染みるよね。しっかり出汁を取る。東京はね、醤油なんだよね。だから深みがないはずに、しょっぱいだけなの。
牛丼松屋がうまいよね。松屋の牛丼にしようかな。のんちゃん見てる？のんちゃん見てたら牛丼買ってくけど、のりこ、のりこ見てるか？のりこ、のりこ、俺の可愛いのりこ見てるか？のりこはどうだよ。のりこ、のりこ見てるか？のりこ、牛丼買うか？のりこ、のりこ聞いてるのか？お腹減ったよ。のりこの大好きな和戸さんはお腹減ったよ。のりこはご飯食べたのか？のりこ見てるんだろ？のりこ返事してくれよ。のりこ、のりこ牛丼買おうか迷ってるよ。のりこの大好きな和戸さんは今のりこの分と俺の分の牛丼買おうか迷ってる。のりこ見てるんだろ？照れてるのか？お前恥ずかしがり屋だもんな。いいんだよ。いや、のりこ、のりこの口から聞きたい。俺牛丼食べたいの？真剣に考えよう。すごく大事なことだから。ほんとシャイだな。のりこ見てるか？見てないのか？どっちだ？見てるの？見てないの？お前の大好きなワドさんだよ。のりこ見てねえな。これ帰ろ。え、ビビン丼なくなったの？マジかよ。ビビン丼なくなったんだ。キムカル丼があればいいよ。キムカル丼がうまい。でもね、プレーンの牛丼はね、すき家もうまいんだけど松屋、吉野家が一番ない。松屋はほんと無添加で肉が崩れないし、いい肉使ってる。いい米とでちょっと甘みがあるだし、うまい。でもね、俺はね、なんでスキヤを裏切れないか。肉がボソボソなのに。あのね、スキヤはね、ニンニクベースだからね、ガツンとこうジャンクな感じ、臭くなる感じがいい。ニンニクのパワーを感じるんだよね。わかる？松屋は頑張ってるよな。みんな牛丼どこが好き？地域牛丼250円とかも狂ってるなと思ったもん。資本主義って怖えなと思った。250円で牛丼はダメだろう。牛丼各社がお互い潰し合いをしてたからね。すき家はね、電話がないから店舗に、要は通報が入らないから、すっごい大人の事情。いや、店員さんに迷惑かかんない。中尾いいね。中尾渋いね。まあ松屋だよね。2は松屋だよね。吉野家はもうダメ。ブランドイメージだけでやってる感じ。いいところが一つもない。やっぱ松屋だよな。腹減った。ほんと倒れそう。エナジーが足りない。エナジーが。やっぱね、定食屋さんはお米がうまくないとダメなんだよね。米のまずい店が多すぎる。新宿は米の炊き方が下手なんだよね。行かないっていうよりもね、店舗に電話すらないの。だから本社にクレーム言うしかないの。
レジと俺スキヤで働いてたことあるから分かるんだけどね、レジのシステムと通信のシステムが一体になってるから、運営から本社から何かあるときはね、レジに表示されるの。そう、レジで通報とか110番とかできるの。まあ簡単に言ったら監視されてるんだけどね、リアルタイムでレジのデータとかは全部本社に行ってるから。ワンオペに特化してるのはそういう仕組みを整えてるからなんだけど、あれ危ないよ。でもアルバイトとか入金させてるからね、アルバイトのおばさんが数十万持って仕事終わりに銀行行くんだよ。だから給料いいんだけどね、スキヤは成田で夜中だったら1300円払ってるから。祝電が来やすいっていうか、アンチが祝電してるだけ。スキヤ超ブラックだよ。のんちゃん寝てた？電話も出ないし、配信でのりこのりこっつっても出なかったから。ただいま。お腹すいた。腹減ったよ。のんちゃんは腹すいた？よいしょ。何食べる？何食べよう。かわいいのんちゃん。監督こんにちは。こんにちは。何食べたい？何食べようか。祝電が来やすいっていうか、そのアンチって呼ばれてる、その通報中って呼ばれてる人たちは、その店を特定してすぐ電話かけて、なんか無断で配信やってますよとか盗撮されてますよって嘘をつくの。TPP 協定ができた牛丼80円になる。どうだろうな。どうなんだろうね。まあいいんじゃない。なんでわざわざそんなことを。いや気に入らないんでしょ。配信者が嫌いなんでしょ。意味が分かんないよね。ちょっとね、配信はよく分かんないよね。嫌いだから見るっていう。俺はね、そこだけね、唯一わかんないところなんだよね。何食べたい？ビッグマック。全然予想と違ったわ。ビッグマックかよ。てか映像ザラザラしすぎだよな。よくさ、こんな画質のカメラでさ、iPhone で映画撮れるとか言ってるバカいるよね。こんなの映画でもなんでもないじゃん。こんなザラザラの映画見たことないでしょ、みんな。なんかね、iPhone で映画撮れるよとか言ってるやつバカだなって本当思う。こんな映像見てらんないもん俺。これで1800円払えって言われたらブチ切れるもんね。本当にビッグマック食べたいの？牛丼じゃなくて？本当は牛丼食べたいんでしょ？食べたいの？じゃあ本当はのんちゃん牛丼食べたいんでしょ？何が食べたいか言ってごらん。ビッグマック違うでしょ。のんちゃん、のんちゃんビッグマック食べたいの？牛丼食べたいの？いや俺の話はしてないよ今、うん、のんちゃんが食べたいものを食べるんだよ。何が食べたいか言ってごらん。本当に食べたいもの言ってごらん。そう、牛肉の牛丼。牛丼だよね、うん、うん。よし、のんちゃんは牛丼食べたいらしい。え、ビッグマック？ビッグマックかな。かわいそう。洗脳？のんちゃん洗脳されてないよね。うん。じゃあ本当に食べたいの言って。ビッグマック。牛丼だよね。牛丼。うん。牛丼大盛り？波。うん。ビッグマック花火ありがとう。ビッグマック食べたいの？のんちゃん。牛丼。だんだん牛丼に傾いてきたな。
でもまあマックでもいいけど、なんかマックっておやつっぽくない？なんかこうさ、なんかこうパワーになってる感じしなくない？なんでお前らのんちゃんのこと大好きだよね。なんで俺とのんちゃん、なんでのりこ派になんの？みんなビッグマック買ってやれとか、ビッグマックだろうとか、みんなのんちゃんに優しい、みんなのんちゃんに優しいね。のんちゃんに食べたいもの、のんちゃんが食べたいもの言ってごらんって言ってごらん。いいよ、本当に食べたいもの言ってごらん。ビッグマック、牛丼なんだ。うん、うん、牛丼食べたいって。どこの牛丼食べたいの？松屋。松屋だね。そうだね、のんちゃんは松屋の牛丼食べたいって。優しいでしょ彼氏。彼女が食べたい、ビッグマック、なん、いや、いいけどさ、なんかさ体に悪そうじゃん優しいのは彼女の方だろって、のんちゃん叙々苑なんて行ったことないよね。ね、のんちゃんわがまま全然言わないもんね。むしろ本当にビッグマック連れてってくれたっつって本当になんか超喜ぶんだよ。なんかプラダのバッグ買ってもらったみたいなノリでビッグマックを喜ぶからね。のんちゃんいい子だから。のんちゃんからブランド品をせびられたことは一回もないんだよ。ほら、ルリカは超いい子だから。ビッグマックか、なんでそんなビッグマック好きなの？おいしいほんとジャンクなの好きだよね。なんでジャンク好きなの？わからないけど。子供の頃からそんなの食べてたの？のんちゃんヒス好きじゃないか。ヒス？ヒスって何？和道にはもったいないって、うん、じゃあビッグマック買ってくる？一緒に行く？買ってきてくれんの？買ってきてほしいの？どうする？みんなのりこが一緒に行かないって言ってんだけど、俺が一人で買いに行くの？これのりこのビッグマック俺が買いに行くの？どう思う？どう思う？みんな、俺がビッグマック買うの？のりこの、そういうことになるの？行けよマジか。何そんな、みんなのんちゃんのことを甘やかすの？デリバリーとかマックで頼んだことはないけど。マジかよ。まあバーガーもらっちゃったよ。だるだるさんありがとう、言ってあげて。なんでみんなそんなのんちゃん派なの？なんでみんなのりこ派なんだよ。ちょっと水分補給だけしていいじゃん。暑いから彼女が家にいた方がいいって俺の心配は？なんで俺はのんちゃん好きなの？俺のことは？のりこはいい子。なんだよそれ、俺は悪い子だって言いたいのかよ。だから水分補給だけさせてよ。なんでみんなのりこ派なんだよ。なんでのりこのビッグマック、なんかのりこが倒れたら大変とか、のりこ派なの？みんなハートありがとう。和道派じゃなかったの？マジかよ。のんちゃんは、俺はジュース飲むけど、のりこはペットボトルに入れた水飲むから。のりこはペットボトルに入れた水飲むから。俺はおまけ。のんちゃん大好き。ふざけんじゃねえよ、ほんと。じゃあ俺何食べればいいの？俺は何食べればいいの？和道さんは強そう。飲み物は何がいいの？ビッグマックとコーラ。コーラ？じゃあサイドメニューは、ポテト M？ うん、ポテトの M とコーラ、う
とビッグマック、うん、あとはそれだけ。それだけ？なんかな、かわいいなつって。空気俺はのんちゃんかわいい。うーん、魚と挟んだやつを食うのはたけしさんだからそれは俺の持ちネタじゃないから、それある北郷さんの持ちネタで、殿のエピソードだから。お、来た子よ、あ、魚の挟んだやつ買ってこいよっていう、うん、私も部屋にのんちゃん欲しい。まあ癒されるよね。まあほぼ寝てるだけなんだけど、うん、みんなののりこだからね。あー、やっぱ豆乳うまいね、キッコーマンココア。のんちゃんレンタルしないよ、俺のだから、俺ののりこだから、俺が捕まえたんだよ。ダメだよ、激レアだから。のりこは激レアポケモンだから、 SS ランクだよ、 SS ランク。枠が虹色になって光ってるやつ、ダメ、帰ってこない可能性があるから、レンタルしたら。のりこポケモンの優秀さに気づいて帰ってこない可能性がある。いや、水分補給はさせてよ、早く買いに行けって。俺も倒れるでしょ、ビタミン D が配合してんだよこれ、ビタミン D。 ヘッドロココだね、ビックリマンで言ったら。うん、のんちゃんが餓死したらどうすんだ、早く行け。なんでみんなそんなのりこに甘いの。のりこを甘やかしすぎだよ。のんちゃんちの近くにマックないの？うん、駅まで行かないとない。うん、駅まで遠いもんね。うん、うん、俺自分に厳しいよ、俺は自分に超厳しいよ。エアコン効いてる効いてる。何、のりこは十分苦しんできたって、何何、俺が苦しめたみたいになってんの。その言い方やめて、ほんと初見さんに誤解が与えられるでしょ。初見です、のりこさんを解放してあげてくださいみたいな感じやめて、そういう風になるでしょ。もうのりこさんを自由にしてあげてみたいな。俺めちゃめちゃのりこのこと可愛がってるでしょ。なんでなんか俺がのりこをいじめてきたみたいな DV 男みたいな設定にどんどんされてくの。てかなんか初見ですってコメント腹立つよな。何が初見ですだよな、偉そうに。一番腹立つコメントだわ、初見です。俺嫌いなんだよね、何なのあのアピール。黙って見とけよって感じしない？初見です、初見だから何なんだよって話だよね、うん、俺全然繊細でしょ、俺の方が全然繊細だよ。でどうする、俺が買いに行くの、のんさん。牛丼食べたいの、肌さん。俺は牛丼食べたいね。牛丼にしようか。そうだよね、うん、でももう俺さ、新宿駅から往復歩いてきたんだよ、うん、大変だと思わない、この暑い中。
どう思う？超かっこよくない？こんなに暑い中外配信するって超けなげだと思わない？頑張ったね。ね。でお腹が空いて、うん、本当は帰りにのりこと、のりこがお腹減ってると思ったから牛丼を買ってこようとして、野草なんだよ。好感度高くない？うん。彼女思いだと思わない？うん。思うでしょ？うん。でビッグマックなの。俺がこの暑い中またキンキンに冷えた部屋でちょっと休憩してる間、ワトさんもういいよ疲れてるだろうから私ご飯買ってくるよみたいな。え？いや好感度を上げていきたいんだよ俺は。好感度違うの、のりこ持ちつ持たれつじゃないの。なんで俺が買いに行くの、のりこの分を。そもそも論。いや、のんちゃん食べないから。なんだそれ、当てつけか？のんちゃん食べないってなんだ、俺がお腹空いてるのに。なんだ、当てつけか？だんだん分かってきた。だんだん分かってきた。俺の好感度を下げようとしてる、のりこは。俺の好感度を下げようとしてる。嫉妬だわ、これ。嫉妬。アンチだわ、アンチ。何かわいそうって。何 DV って。何でも部屋から出たくないんだって。彼氏なら黙って買いに行け。はあ、じゃあ何もしないで好感度が自然と上がる感じがいいじゃん。俺何もしたくないのよ。ただ画面に映ってるだけで超好感度が上がっていく配信者になりたい俺は、うん、じゃあ本当の本当の理想は、のりこがパッて着替えて、ワドさんお腹空いたでしょ、何食べる、私買ってくるよって。それが理想だよ。なんだこれ、こんなさ、クソ暑い中さ、銀行行ったりさ、なんか仕事したりして、帰りも行きも配信して、なんで俺がビッグマック買うの？なんで？俺は牛丼が食べたいんだよ、部屋の中で涼みながら。わかる？なんでそれがわかんないの？何ごちゃごちゃとか言い始めて、そういうことごちゃごちゃやと好感度なんで下がるの。俺正論でしょ、俺が言ってんの。なんで好感度が下がるんだよ。俺は間違ってること言ったか。イケメン野草彼氏の称号を捨てて牛丼買いに行ってって頼んだら、なんでそれを名乗り出ないんだよ。なんで俺がお願いしないといけないの。のりこが自然と言い出すのが普通だろ。違うの、好感度2しかないの。切れるな、マイナス。なんなんだよ、なんだよ。お前らのりこに甘いだろ。のりこもなんとか言えよ。怖い。怖いじゃねえよ、てめえこの野郎。怖いじゃねえよ。何が怖い、何が怖えんだよ。何が怖えんだよ。どういうことだよ。何も怖くねえだろ。怖いよ、ワドさんじゃないよ。なんだよ、これ。怖いじゃねえよ。熱い。何も怖くないわ。のんちゃん大丈夫とかやめて。初見さんが通報しないでください。通報しないで。
DV 怖かったねのんちゃんって、ふざけんなよほんと、うるせえよ、のりこに話しかけてねお前らに言ってんだよ、だよねじゃねえよ、ほんと どうしよう、ビッグマックのどこが美味しいのか言って、ビッグマックの、うん、あのソースが美味しい、ビッグマックソースが、それだけ、あとチーズも入ってる、うん、他にはあとレタスも入ってる、うん、パンにごまがついてる、うん、なんかあんま伝わってこなかったな、あんま伝わってこねえな、全然モチベーション上がらないよ、じゃあそんなんじゃビッグマックを買いに行きたくなるプレゼンしてよ、全然響かないよ、ビッグマックを、ああもう今買いに行ってくるわっていう気分にして早く、揚げたてのポテト、おお、いいね、うん、いいよ、揚げたてのポテトいいよ、 のりこいいよ、もっとプレゼンして、何他には、他に揚げたてのポテト、はい、いいよのりこ、冷たいシェイク、冷たいシェイクいいね、バニラシェイク、バニラシェイク美味しいね、で、と、うん、サクサクのナゲット、あーいいじゃん、うん、でソースはマスタード、うん、俺バーベキューが好きなんだよな、今のでもうなんか、あーあー、え、マスタードじゃんいつも、いつからバーベキュー派になったの？俺もともとバーベキュー派だから、何バーベキューはないとかマスタードだろうとか、何こいつら、のりこ教だわ、のりこ教、のりこに洗脳されてんだ、買ってきて、のんちゃん、うん、じゃん、パパッと、じゃあのんちゃんが買いに行くよ、うん、そうしよう、俺牛丼ね、うん、うん、俺とこもり牛丼、最低ってなんだよ、ちょっと待ってよ、何最低って、何、何が最低な、ちょっと待って、は、何それ最低って、彼氏なのにって、何、彼氏はじゃあ何、彼女の、彼女のご飯買ってあげないといけないの、毎回買いに行かせるのか、のりこ泣かないで、のんちゃん泣いてんの、だってえ、のりこ泣いてんの、ないない、泣いてなんかないよなんで泣いてんの、のりこ泣いてんのか、泣いてなんてないよマジかよ、のりこ、ちょっといいよ、ちょっと落ち着けよ、着替えのやめていいよ、うん、のんちゃんが暑さで倒れるんだったら俺も暑さで倒れるでしょ、うん、泣かしたって俺が原因じゃないでしょ、うん、へえ、何を炎天下に放り出される子猫さんって、俺は大丈夫なの、なんで俺の熱中症対策とかできてないの、
なんで俺だけ大丈夫の？暑くて髪の毛抜ける程度。へえ。マジかよ。ごちゃごちゃ言わないで早く買いに行け。なんだそれ。なんで俺が叩かれてんの？ごちゃごちゃ言うなとか。何を俺がごちゃごちゃ言ったんだよ。なんだそれ、おかしいだろ。何なんだ、どういうこと。え、のりこ正直に言って、うん、どう思ってんの俺のこと。どう思ってるって。やさおだよね。優しいよ。だよね。俺が普段どんな絵に優しくしてるか教えて。のりこにどんだけ尽くしてるか。なんか俺が DV してるみたいになってんだけど。ねえ、優しいよ。優しいよね、うん、いやだからエピソード言えって言ってんの。うん、怖い。怖いじゃねえ。エピソード、優しかったエピソードを言わないと好感度が上がらないでしょ。怖いよじゃねえ。言って、俺がどんだけ普段いい彼氏なのか。コンビニで、うん、アイスクリーム買ってくれた。ほら、好感度3上がったよ。コンビニでアイスクリーム買ってくれる彼氏今時いる？言葉の暴力とかしてないから。コンビニでアイス買ってあげたから俺。コンビニで今時いる？コンビニでアイス買ってくれる彼氏。はあ？普通にいる？マジかよ、マジかよ。言葉の暴力を見に来ました。はあ？俺言葉の暴力なんか。何のアイス買ってあげたの？のんちゃん言ってごらん。ジャイアントコーンのチョコミント、うん、ほら、ハーゲンダッツ買ってあげたから。ハーゲンダッツ買ってあげたんだよ。最も高い高級品だから。クッキー&クリーム、ハーゲンダッツの。はあ？お前ら買ってもらったことあんのかよ、ハーゲンダッツ。いや、ハーゲンダッツのすげえクリスピーのやつだよ。高いやつ。うん、ね。うん。うん。普段ね、炒めしとか連れてってるよね。晩ご飯はね。うん。ほら。ほら。炒めしから、なんだろう、もうすごいよ。のりこはすごい金かかってるんだよ。サイゼリア。だ、言うなよ。うん。うるせえ、炒めしって言えよ。炒めし。そう、炒めし食べさせてるから。うん、俺ステーキ食って、のりこ何食べんだっけ？のんちゃん。のんちゃん、ほら、俺好きなやつある。ミラノフードリア。ほら、ミラノフードリア食べさせてる。俺はステーキ食うの。俺はステーキとライスとアイスクリーム。のりこはミラノフードリアだけ。うん、こんなに優しい。280円で高級だろうがよ。うるせえな。だったら自分で買えよ。なんだよ。この前誕生日の時だってね、すごかったよね、のんちゃん。うん。ね。俺はね、ステーキ食ったけど、のりこ何食べた？サラダバー。ほら見ろよ、お前。誕生日にお前よ、サラダバー食わせるんだよ。めちゃめちゃ優しいだろ。お前バースデー、どうせここにいるさ、男の彼氏とかなんかさ、レストランにも連れてかないんだよ。女も低所得者ばっかりだから、彼氏にすぐどこも連れてってもらえない。俺は連れてくから、レストラン、
こんなにいい彼氏なのになんで俺が叩かれないといけないんだよ。虐待、だって野菜が食べたいっていうのサラダバー食わせるだろ。恩着せがましい、体に悪そう、なんだよそれ、虐待だの恩着せがましいだの、なんでみんなのりこを擁護すんの。知らないもん、もう知らないよそんなの。早く買いに行け。はあ、もうダメだ、もう敵しかいない、本当に本当に敵しかいないよ。うん、じゃあなんかじゃあ言って、もううんちゃんなんかあるでしょ。のりこはいい女、才能もある、人格も素晴らしい。のりこさん元気出してください。のりこが腹をすかしてる。分かったよ、じゃあ行ってくるわ。なんか他にいるものは大丈夫です。大丈夫？コーラのサイズは M です。M？ ポテトにすんだっけ？ポテトです。はい。あ、めんどくせえ、マジで。くっそ暑いのに。分かったよ分かったよ、ビッグマックだろ。のりこは腹すかして、俺の方が腹すいてるよ。なんだよもう、チキンナゲットじゃないってポテト派だって。暑い、暑いな。道路の公園なくなっちゃった、遊具、あのテトラポットとかいっぱいあったのにさ、遊具全部撤去されちゃったんだよ。ここの道路のテトラポットと、あ、ジャングルジムだ、ジャングルジムとかいっぱいあったのに。いやー、なんか街が変わってくよ。で、街灯とかも新しくなってさ、風情があって良かったんだけど、遊具が撤去されて公園じゃなくなったの。この細い道路が公園だったの。そう、ノスタルジーだったのに。いや、もう暑くない、日が沈んで、ぬるい感じ、ぬるい風、危ないとかね、遊具ね。でも公園から遊具撤去して何になるんだよ。花壇もなくなっちゃったよ、綺麗な植物いっぱいあったのに。はい、若津。いやー、ジャングルジムを知らない子供の方が危ないよね。あ、まあもうめんどくせえ、マジでふざけんなよ。うわ、めんどくせえ、マジで。ああ、もうないだ。ああ、財布忘れた。ああ、もうダメだ、もう無理だから言ったじゃん。ああ、もう限界だわ俺、もうダメだ、もう心折れた。マジかよ。最悪だよ、もう財布忘れたわ。い
いやもうこんなにもうマック目の前だったのに、マクドナルドまで、あと一息だったのに、貴重な人生を無駄にしたよ、時間を取り戻して。いやもうマック目の前だったわ、もうなえたわ、マック目の前だったのに。言うな。ただいま。慰めて。なんじゃ、どうしたの、なんですぐ聞いてくんなかったの、どうしたのって。なんで何かあったのって感づかなかったの、何かあった、なんですぐ聞いてくんなかったの、今心配じゃないの。心配だよ、どうしたの、何があったと思う、聞いて、何があったか。何があったの、何があったと思う、逆に。財布忘れたの。なんでそれが分かってるのに、うん、のりこは俺が出かけるときに、うん、和田さんお財布はって言わなかったのかが知りたい、俺は。逆にね、カバンに入ってると思ったの、ごめん、ね、俺がカバンに財布を、そうだよね、謝ったよね今、うん、どっちが悪い、のんちゃんが悪い。そうだ、なんで俺が出かけるときに、うん、財布持ったかな、タバコ持ったかな、あ、メガネも忘れてるでしょ、うん、ほらもう2つも忘れたんだよ、のんちゃん、うん、どう思う、ごめんね、気づいてあげなくて。気遣いってさ、人間で最も大切なことじゃん、うん、うん、和田さんひどい、怖い、めんどくさい、なんだこれ、のんちゃんかわいそう、なんで俺が悪いみたいになってんの、なんでみんなのりこ擁護派しかいないのねえ、俺が悪いの、じゃあ、え、俺が悪いの、なんなの、俺悪くないでしょ、俺が悪かったの、そうだろう。あ、なんか喉乾いた、なんか水飲みたい、水飲みたいな、のりこがかわいそう。のんちゃん俺のこと好き、うん、好き、好きでしょ。のりこの好きっていうのはどういうことなの、うん、のんちゃんが買ってきてあげるよ。じゃあもうそうしよう。うん。うん。着替えるよ。うん。最初からそうすべきだったんだよ。うん。ごめんね。うん、うん、いいよ、のんちゃん。何？えとかあとか。のんちゃん泣いてないよ。何？のんちゃん泣いてないでしょ。最低？だって向いてないんだもん、マクドナルド買うのが。引く？本人が買いに行きたいって言ってんだからいいじゃん。本人が私が買いに行くよって言ってんだから。なんで俺が叩かれてんの？
俺だからのりこの帰りに、こんな暑い中外出て帰りにのりこの牛丼買ってあげるって言ったじゃん俺。だったらカップルだったらさ、俺とのりこ2人で買いに行くのがいいんじゃないの。うん、違う、お前が行けってなんだよ。なんで俺が行くんだよ。なんでお前が行けって。彼なんだよそれ。男が買いに行くのかなあ。男が買いに行くのが普通なのかなあ。差別だよ差別。ねえ、どっちが勝ってもいいじゃん。二人で買いに行けばって。二人で買いに行くのんちゃん。うん。二、うん、人で買いに行こうか。どうしよう。最初からそうすべきだったんだよ。二、うん、人ならいいでしょ。おんぶをしてあげろ。は？なんで？なんで俺がのりこをおんぶするの？いや手つないでるよねのんちゃんね普段ね。うん。二人で行くならいいでしょ。でのんちゃんと買い物行こう。え、だったらスーパー行かないのんちゃん。スーパー？スーパーのお惣菜おいしいじゃん。いや、スーパーのお惣菜めちゃめちゃおいしいよ。知らないんだよ、お前らは。低所得者だから、低所得者ほどコンビニエンスストアに頼るから。俺ぐらいの高級、超高者、配信会トップだと月収16万ぐらい稼いでるとスーパーに行くから、うん、お前らみたいなもうなんか旦那の稼ぎがもう13万ぐらいしかないカツカツの生活を送って、なんかもう本当にどうしようもしょうもない生活をしてる、なんか家族3人でもう本当なんかあのししゃもしか食べてないんだろうどうせお前らは。ししゃもとご飯ですよの海苔の佃煮しか食えない、なんかもう目玉焼きしか食べてないんでしょ。俺はスーパーのお惣菜が好きなんだよ。うん、ほんとに、なんかもうあれだよ、ししゃも一匹でおかず。そうだよ、お惣菜おいしいよね。うん、そろそろ、いや半額はね夜のね、違うよねのんちゃんね、にわかだよねこれ。あれのんちゃんなんで落ち込んでんの。うん、どうしたの。口がビッグマックになっちゃったの。はぁ、てめえなんだ、ビッグマック食べたいの。ビッグマック食べたくなっちゃったの。うん、それでちょっとへこんでたの。うん、まだ言ってんの。最初からスーパーでちょっとお惣菜買う話だったじゃん。だから何しょぼんってしてたの今。ビッグマック食べたいから。なんでみんな甘やかすの、のりこのことを。ビッグマック買ってやれとか、ビッグマックだろうとか、虐待とか、のりこがかわいそうとか。んじゃあビッグマックばっかり大変なことになっちゃうよ。半額はね9時ぐらいだね、新宿はちょっと遅めの。ていうかね、この辺はねほんと超高級住、マジで話すると超高級住宅街だから、あのねスーパーで買い物しないんだみんな。
ビッグマック別に大変。あ、そうだ、のりこ、ちょっと好感度上がる話して。うん、あれ、俺あれだよね、サラダバー食べさせた後、うん、どこ連れてった？夜景すごい綺麗だったでしょ。うん、超高層階から夜景見せたんだよ俺。都庁の夜景。いや、違う、夜景を見せたよね、超高層階から。うん、うん、綺麗だったでしょ。綺麗だった。うん、ほら東京の夜景を見せてあげたから、うん、すげえかっこよくない？もう東京中の夜景がのりこにプレゼントした。都庁の展望台無料で綺麗ですよね。ふざけんなよ本当に。じゃあお前らあれだよ、夜景見せんのかよ、うん、ねえ、夜景綺麗だったよね。綺麗だった、うん、お腹空いたな。ビッグマックが食べたいのりこ。じゃ行こうか。うん、行こう行こう。先に出て。狭いからうちの玄関は。行こう。靴下履くの。うん。のりこは何なん？ビッグマックがあれば本当幸せだからね。和道さんとビッグマック食べてるもんもう超幸せだもんね。うん。焼き鳥とかなんかニンニク醤油が食いたいのに。都庁の食堂ね、石野とよく石野と一回行って、石野はドハマりしてたね。石野と行った。ワードさん意外といいっすねって言って、いや俺あんまだわっつって、いや結構ありっすよワードさん、こういうの熱いっすよって言ってて、よく分かんなかったあいつのテンション。いや穴場だわとか言って、うん、穴場でもなんでもない、都庁の食堂だから、うん、よし行くか、行こう、行くよみんな、熱い熱い。俺は俺の優しさの、のりこのリハビリ、のりこがこう引きこもりにならないように、わかる？この優しさ。わかる？引きこもりの彼女を外に出すための優しさだから。超優しさを。ねえ、のんちゃん。あっつ。やばいでしょ？うん、そうだよ。もしもしする。もしもしする。いや、もう、あっつ。よ、のんちゃん。あっつ。これね、もう太陽出てるでこんなもんじゃなかったよ。うん。こじつけとか言わないでください。のんちゃんかわいいよ、ちっちゃいおばちゃんだから。ちょっと先歩いてて、ちっちゃいおばちゃんだから、ほらちっちゃいおばちゃんでしょ、ほらあれがのりこだから、新築林のおばさんだから。あ、でもだいぶ涼しいな。財布持った持った。のんちゃんはね、ヒステリックグラマーが好きなの。でも1ヶ月ぐらい風呂に入らないし、服も買えないから。家の中にいるときはパジャマなんだけど、パジャマもう雑巾みたいになってるから。あの、のんちゃんのパジャマ、天城府で送ってください。のりこに、ちょっとパジャマ買ってあげて、のんちゃんの。もう雑巾みたいで臭いから。のんちゃん服のサイズは S。 もしよかったら、あののりこにパジャマ、あのモフモフした可愛いやつね、のりこは。ねえのんちゃん、普通のパジャマじゃなくて可愛いやつね、アイドルが着るみたいなやつ、耳とかついてるタイプね、ふかふかのタイプね。夕方になるとキスの服高いよね、うん、これなんか1万ぐらいするんでしょ。夕方になる、そうだね、これで倒れることはないね、うん、お気に入りっつうか服を持ってないんだよのんちゃんはね。じゃあこっちおいで、引かれちゃうから。
のんちゃん車にひかれたらバーンって吹っ飛んじゃうから、うん、一発で終わりだよのりこは、うんうん、バラバラになっちゃう、うん、なんか新作出るかなのんちゃんマックの何かあるかなね、マックあれ美味しかったよね、なんだっけ卵のやつ、うんうん、おいやもんちゃん、もんちゃんは何照り焼きとか好きじゃないの、うん、ロコモコうまかったんだ、のんちゃんは服持ってない。でもレパートリー増えたから和道 T シャツ着てるよね最近、うん、お出かけ用にね和道 T シャツ誕生日プレゼントの話はしないでねえのんちゃん、うん、うん、お最強の人間いらっしゃい、誕生日プレゼントは俺と一緒にいることだからねえのんちゃん、うん、俺と一緒にいられることがのりこの一番の幸せだから、よし、じゃあマックに行くからちょっと映像切ります、ラジオ放送、のんちゃん物欲ないよ、のんちゃんいい子だから、うちじゃあ俺夜牛丼にしよう、のりこに合わせるわ、何食べようかな、何がいいよ俺、何がいいかな、バリューランチ安いね、あ、メガネ忘れた、ロコモコバーガーって出てるよ、のんちゃん決まってるの、うん、うん、どうした、分かんないところ、ん、エマ不動産かな、不動産かな、ね、ルート泣いたら食べないよ、あとやっぱ直さん、ビッグマックのセットで、はい、でポテト M のコーラで、はい、あとテリヤキマックバーガーのセットをチキンナゲット、はい、マスタード、で飲み物はコーラで、あと単品のダブルチーズバーガーください、はい、以上で店内で召し上がりですか、持って帰ります、はい、1630円です、はい、2000と200円で、はい、レシート、はい、レシート、はい、あ、フロートとか美味しそうじゃん、フロートにすればよかったね、本当だ、フロート、あ、なんかうまそうじゃん、あれブルーハワイだって、なんだあれ、なんだろうね、ブルーハワイ、なんかさ、飲み物買ってこう、コンビニで帰り、このシステム便利だよ、暑い、
見たらビッグマックから浮気しないね。たまにチーズバーガー、ダブルチーズ頼むよ。メガネどこやったんだろう。暑いね。なんかお祭りとか行きたくない、ね、今度お祭り行こう。大丈夫、倒れないで。なんかフラフラしてる。タバコある？タバコ。流行ってる、混んでる。外で待ってるね。暑い。あ、暑くて耐えらんねえよ。やば。よし、のんちゃん行くぞ。今度ジュース。のんちゃん何飲む？邪魔ね。うん、野菜ジュース。野菜ジュース買っとく。これ何飲もうかな。なんかもうコーヒー飽きてきたよ俺。野菜ジュースか。マック食べるの久々じゃない？なんか夜中、夜さ、俺今日自分で作ろうかな。なんかニンニク醤油の炒め物みたいな、野菜と肉の炒め物食べたいんだよ。スタミナつけるもの食べたい。
俺何にしようかな、なんかある？ペットボトルにすっか。240円です。家の開始。はい、どうも。よし、晩飯だ、のんさん。バーガー祭りだ。今日はバーガー祭り。
じゃあ皆さん、そろそろふわっちは枠を切ります。 YouTube ライブの方で食事枠やるんで、 YouTube の方もしよかったら見に来てください。ういっす、姉ちゃんいらっしゃい。じゃあ食事枠は YouTube ライブでやろうと思ってます。じゃあ皆さん、お疲れ様です。お疲れ。